に妻を差し出すイヌイット族の変わった性習慣。イヌイット族は北極の民族で最も規模が大きい民族です。最近ではエスキモーという言葉は使われなくなりましたが、これは差別用語を使うことが社会的に、特にアメリカ社会では許されなくなったためです。イヌイット族は北極の過酷な環境下で生きているという神秘のせいで、あらゆる誤解と偏見を持たれています。代表的なものがイヌイット族の性習慣がみだらであるというものです。ここまでで視聴されている男性はワクワクしているのではないでしょうか。実際イヌイット族が客をもてなすときは自分の妻を差し出して客に抱かせるのです。そんな性習慣を西洋で取り上げられ、メディアを通じてイヌイット族はみだらであるという価値観を人々の頭に刷り込まれてしまったのでした。これは嘘ではありませんが、説明が足りていませんでした。イヌイット族は孤立した環境下で生きており、部族単位では小規模だったため、仕方なく血縁同士で結婚するという文化を持っていたのです。また過酷な環境下のため栄養不足で妊娠に失敗する場合がありました。